HD33564 は、キリン座の方角に約68光年の位置に存在するご等級の、構成で、肉眼で見ることができる。F 型主系列性であり、太陽よりも厚くて重い。年齢は約22億歳であり、鉄の顔料は太陽の76%である。HD33564 は、見栄性で、 30.3秒離れた位置に急等性の B が172.9秒離れた位置に急等性の C が存在する。しかし、これらの星の間には物理的な結びつきはなく、見かけの見え性と考えられる。赤外線天文衛星 IRAS による観測で、遠赤外線での放射が強いことが分かり、恒星の周囲を取り巻く。 低温のゴミの円盤が存在するものと考えられた。しかし、スピッツァー宇宙望遠鏡による観測では、赤外線は背景の銀河から来ていることが示され、円盤の存在は否定された。2005年、HD33564 の視線速度を精密に測定し、その時間による変化を分析した結果、恒星の周囲を公転する。 境外惑星三 d 3 3 5 6 4 b が発見された。惑星 B の軌道長半径は 1.1AU で、一方、楽観的に見たハビタブルゾーンは恒星から 1.31-3.00AU 離れた領域にあるので、惑星 B は概ねハビタブルゾーンより内側に存在するが、離心率が大きく、恒星から最も離れた時の距離は1.43。 au に達するため、後天周期のうち4割程度は、ハビタブルゾーンを通っている可能性がある。ありがとうございます。